タナヤンゴルフチャンネル。はい、皆さんこんにちは、タナヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今回は一人予約で仲良くなった加藤さんと、プライベートラウンドということで埼玉県の西の森カントリークラブへやってきました。加藤さんですね、アベレージ95前後で回られるんですけども、今回初めてのコースということもあるので100切りを目標に回っていきたいということです。で、100切りを目指す上でやっぱりアプローチが大切なんだなということがよくわかる動画になってますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。後で聞いた話なんですけど、加藤さんは高校まで野球をやっていたんですよね。ポジションなんかはちょっと後で説明しますけども、サブグリーン。ちょっと手前ぐらいかな。大丈夫です、大丈夫です。あれ、あっちじゃなかったっけ？右と間違えちゃいましたね。あっちじゃなかったのか。お茶目ですよね、加藤さん。いい音、いい音してるんですけどね、ちょっとネック寄りだったかな。でもまっすぐ飛んでくれて、飛距離が落ちてバンカー手前に残ってくれました。イーグランドからグリーンあれだけです。そう、もうこのクレーターみたいになってますよね。よくここに切ってあること多いですね。でも、はい、カップ周りの傾斜がすごいですね。いやらしい。40ヤードぐらいあります？45ヤード。おー、中途半端ですね。いや、本当この45ヤードとか50ヤード近辺って難しいですよね。中途半端な距離なんですけども、加藤さんこういうアプローチが非常に上手です。わ、うまっ。うん、下ってくる。よし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 、いいよいいよ、いい感じいい感じ。ナイスオンです。しっかりとこの傾斜の内側に出るっていうのすごいですね。私はバンカー越えでエッジからカップが若干近いんですけど、手前に落とすこともできるんですけども、ちょっと加藤さんのショットを見て傾斜使おうと思って打ちました。これはちょっとうまくいきすぎましたね。自分でもびっくりしてます。これあれですね、マスターズみたいな。ちょっとラフが深かったので手前を落とそうとすると緩んでしまいそうだったので、しっかりと奥の傾斜に当てる方が成功率高いかなと思いました。おー、すごい、スライス、スライスでした。ラインが、ナイスボギーです。ボギー100点。100点ですね。45ヤードから3打。素晴らしいですよね。45ヤードからちゃんと乗せて2パットで上がるっていうことで、簡単そうに見えて難しいですよね。なかなか段の下にちゃんと乗せられないので。そうですね、今の僕の球だとちょっとラフかもしれないですね。これは良かったです。正面バンカーの上からドローで、最短距離で打てましたね。 OK、 ナイス。バンカー右、これも素晴らしい。正面バンカー左からフェードして、決まった。のすぐそばです。持ち球通りの。加藤さんは基本的に、スライス、フェード、右に曲がることが多いということで、ほとんど引っかかることがないということなんですよね。このマネジメントで非常に重要な要素です。また右行くな。いや、
いい感じ。ああちょっと距離がやっぱあれか、うん、ちょっとアイアンが右に出る傾向にありますね。先ほどお伝えした通りティーショットの成功率っていうのはそのままスコアに直結します。で私は若干浮いてるんですけどもいい位置ですね。52度で、100ヤードちょっと打ちたいと思います。上がりすぎた？どうだ？5。いやー乗った乗ったけどちょっと短い。あ、ナイス。少し下くぐっちゃったかな。うん、ちょっと下をくぐって高い球が上がったんですけどね、ショートしちゃいました。測らないと、うん、40ぐらいかなと思っても30だったりしますね。そうですね、やっぱりレーザー修理系っていいですよね、時間短縮のために。うん、こうやってレーザー修理系であのピンまでエッジまでの距離を測ると非常に距離感が出やすくなります。普通こういうね中途半端な距離嫌な距離なんですけども、うまい、これドンピシャでしょう。ナイスです。これはうまい。今は56度ですか？だいたい56か、はい、転がす時は9ですね。9か56、はい、いや今絶妙ですね。うん、素晴らしいですね。日々あの庭で、自宅の庭で片手打ちですね、右手と左手片手打ちっていうのを、まあ、毎朝あの素振りとともに練習しているということで、中途半端な距離でもミートするのが非常に上手です。だからどうしたっていう話なんですけどね、あのブーンっていう音に全く気づいてないです。ナイスパーです。いやー今の寄せ腕はすごいですね。ナイスです。素晴らしい、天気もいいし素晴らしいです、ね、素晴らしい。はい、非常にやっぱりアプローチしてからワンパットで上がる実力っていうのが高いですよね。うん、500ヤード切ってからのあのうまさっていうのが際立ってると思います。なんだろう、こうとにかくティーショットをコース内に残して、セカンドグリーン近くまで持っていって、乗せて2パットというボギー、もしくは良ければパーが取れるというゴルフ、うん、あのショットの好不調に左右されないゴルフですよね。素晴らしい。ナイスショットって言ったけは間違いない。またそういうこと言う。なんかコンビ愛あふれるあの芸人のようなやり取りですね。よっしゃ、で先ほどね加藤さんの野球部だということをお伝えしたんですけども、あのすごい器用なのでひょっとしてセカンドとかショートとかですかっていう話をしたら、高校時代はセカンドを守ってたということで納得がいきます。でこのバンカーショット難しいですね。よっしゃ、うまっ、完璧です、うん、2番ホールからもあのクロスバンカーに入れて綺麗に打ってたんですけど、もう本人はあのフェアウェイにボールがあるとイメージして普通にスイングするだけというふうにおっしゃってました。特別なことはしていないということで、これだけクリーンに打てると最高ですよね。なんかやっぱアプローチしてパーをセーブした後、うん、なんとなくやっぱリズムっていうのが出てくるんでしょうかね。テンポが非常に良くなって気持ちよくラウンドできている感じがします。でここは私はグリーン手前バンカーに届かない
5番アイアンで打って、マネジメント通りの84場所にあります。56のフルショットか52のピーカルで。ああなるほど。90弱なんですよね僕。はいはいはい。ちょっとピン奥に切られてる。はい。何回言うんですか。ピーカル。オッケー。うん。グリーン奥からのアプローチですね。ピーカルちょっと失敗でしたね。どうもピーカルトップ。ピーカルトップ。うん、この見てて分かると思うんですけど、加藤さんはミスしても本当に笑って爽やかにラウンドするんですよね。これは見習いたいなと思います、うん、なのでゴルフ仲間がたくさんいらっしゃるそうなので、うん、まあうなずけますね。うん、残り50ヤードちょっとだったんですけど、根元に落ちたんですけどね、スピンは効かずにそのまま奥です。で、加藤さん、この難しいアプローチですね。奥からキャリーする場所が本当エッジ際のピンポイントで狙わないといけないかなっていう場所です。どうなるか。うまい、これはうまい、完璧です。ナイス。もうあそこしかないですね。40センチ四方のこの的に落とせた感じですね。ね、完璧でしたね。あれ以上ないわ。いや、上手ですね。本当に距離感っていうのが、そのセカンド守ってる人って器用なんですよね。僕もセカンド守ってたんですけども、うん、上手です。パパッと、ナイスパーです。素晴らしい。寄せ番が、いや今日はたまたまです。いや本当、うん、たまたまっていうレベルじゃないなっていう感じがしますよね。はい。で、私がパパッとクロスハンドをずっと今日のラウンドしてるんですけど、なんかいい感じです。うん、ナイスパーです。うん、というわけで6ホールまで終えて、加藤さんが5オーバー、私が4オーバーということで、いいペースでラウンドできてるのかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画も楽しみにお待ちください。それでは失礼します。